2026年からアルピーヌが現在のルノー製パワーユニット PU を使用できなくなりライバルメーカーのカスタマーチーム化する可能性が浮上しているその可能性が現実のものとなればどのメーカーがアルピーヌ F1 に PU を供給するのかレギュレーションを見てみるといくつかの興味深い動きが見えてくる 健康 PU でライバルメーカーから遅れを取る上、次世代 PU の開発能力に疑問符がつくルノー。仮にフランスビリー・シャティオンのルノースポールレーシング本社が F1 活動から外れ、PU 開発、製造を停止した場合、参加のスポーツカーブランドとして戦うアルピーヌは別のメーカーから PU を調達する必要がある。 各陣営がすでに2026年以降の計画をかなり固めている現状では、ライバル PU メーカーと新たに供給契約を結ぶことは容易なことではない。しかし F1 レギュレーション上の枠組みとして、アルピーヌが来年5月15日までに契約を結ぶことができなくても、2026年の PU 供給は約束されている。 というのも、2026年のテクニカルレギュレーションでは、メーカーは FIA からの要請を受けて PU を供給できるキャパシティを確保することが義務付けられているのだ。そのため各チームは PU がないという状況を避けることができる。供給数はレギュレーションに記載された方程式に基づいており、それで定義された T に相当するチーム数に PU を供給する意思がメーカーには求められる。現時点で2026年に3チームへ PU 供給を行うのはメルセデスのみ。ワークスチームに加え、マクラーレンやウィリアムズともカスタマー PU 供給契約を結んでいる。レギュレーション上では、契約を結んでいないチームに PU 供給を行うメーカーとして、 供給数が少ないメーカーが最初に選ばれる。2026年の場合、フェラーリがワークスとハースに、RBPT がレッドブルレーシングと RB に PU を供給するため、1チームのみに PU を供給するメーカーはアウディとホンダだけとなる。しかしレギュレーションでは、新 PU メーカーは上記の供給義務に従う必要はない。という条項が記載されており、 アウディはアルピーヌへの供給を負担する必要はないつまりアルピーヌに契約がなかった場合ホンダがワークス供給を行うアストン・マーティンと並行してカスタマー PU 供給を義務付けられ契約をまとめなければならないことになるしかしこれらの仮説は全てアルピーヌが自ら PU 供給契約を結べなかった場合に限定した話 メルセデスはレギュレーション上で最大限の供給数を満たしているものの、アルピーヌへ PU を供給する可能性もあるのだ。将来的なレギュレーションの一部として、供給可能なチーム数の上限が設けられた。PU テクニカルレギュレーション不足後の第1.2条参考には次のように記されている。FIA が別途合意しない限り、 ホモロゲーション PU を製造する各 PU メーカーは T プラス1チームを超える PU を直接的または間接的に供給してはならない現時点ではルノーを含め2026年には6メーカーが揃うことから T=113÷6 対 2=2 でありバークスマクラーレンウィリアムズに PU を供給するメルセデスはすでに T プラス1に達している しかしルノーが正式に撤退を決定し PU メーカーが5社となった場合、T は3に跳ね上がり、メルセデスがその気になれば4チーム目に供給することができるのだ。ルノーとアルピーヌがどのような決断を下し、財政面でも競争面でもどういった形が最善だと考えるのか、注目が集まっている。